西暦1935年、ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合と王政を廃した共和国国家の連合体、大西洋連邦機構である。鉱物資源ラグナイトをめぐり勢力争いを広げる両国はついに開戦。大陸は戦争の炎に包まれることとなった。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。圧倒的な戦力を誇る帝国軍は次々と国境を越え侵攻を開始。その矛先は連邦のみならず周辺諸国へも向けられた。ガリア公国、帝国と連邦の中間に位置し武装中立を国是とする自然豊かな小国家である。しかしその豊富なラグナイト資源を奪わんとする帝国はガリア公国に宣戦を布告、雪崩を打ってその領内へと進撃を開始した。序章、開戦。西暦1935年3月、ガリア公国、国境の町ブルール郊外。帝国と国境を隔てたブルールの人々は戦火を恐れ次々と町を脱出し始めていた。この道を通るのも3年ぶりか。懐かしいな。お、あれはもしかして、やっぱり光りますじゃないか。もう光りますが川を遡る季節なんだな。動かないで、ゆっくり両手を上げなさい。見かけない顔ね。名前は？僕の名前はウェルキン。君たちは？我々はブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど。信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。魚のスケッチね。このご時世に結構ですこと。その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。まいったな。魚やお花、虫のスケッチばっかり。あなた
絵が上手なのね。だから魚のスケッチをしていただけなんだって。いえ、これだって新種の暗号かもしれない。じっくり調べさせてもらいます。兄さん。イサラ、元気だったかい？兄さん、一体どうしたのですか？あれ、あなたは確かギュンター将軍の。はい、ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。え？ごめんなさい、メモを取っているのが見えたからついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。純正よ、みんな体を低くして。あそこだ。軍事教練で習ってきたからね。敵はおそらく偵察目的の少人数部隊よ。私たちで撃退しましょう。わかった。Thank you.